今回は体のADAについてちょっとお話していこうかと思うんですけども、先ほどねノクさんの方から動画が送られてきました。ビットコインは、デジタルゴールドっていうねこのくくりでございまして、そしてイーサリアムっていうのが第2世代の暗号通貨として登場しました。このイーサリアム上で動く結構ね暗号通貨とかシステムっていうのが多くって、本当に強固なプラットフォームだと言えるのがこのイーサリウムなんですけども、この次ですよね、出てくるのが、いよいよ ADA かなというところでございます。確かにねコストが高いんですよ。イーサリウムってガス代っていうやつなんですけども、ガソリン代と言ってもいいのかな。なんかガスっていうとね台所をイメージしてしまうんですけども、とにかくねビットコインにしてもそれからイーサリウムにしてもコストが高いんですよね。ビットコインのもコストの高いのも一時期すごくね私のいろいろ足を引っ張ってくれたわけなんですけども、今はねビットコインそんなに問題なくなってきたかなと思いますけど、今度はイーサリアムに対してのコストが、私としても頭の痛い問題になってきました。そこへ行くと第3世代型のイーサリアムっていうのは本当にね未来のための通貨だなと思いますよね。でイーサリアムに比べてもそうなんですけども、 ADA っていうのはなんかねすごい細かくプロジェクトの進行状況が把握できて、しかもその中心部人物のチャールズ・ホスキンソンさんの、なんていうか人柄とかね込みでのブログの更新とか、それから分析も結構ね多岐にわたって盛んで、どこから見ても清廉潔白だなっていうふうに私は感じるんですよね。イーサリアムも素晴らしい通貨だと言えますけども、ビットコインもね、なんかそのビットコインにしてもイーサリアムにしても集まってくる、セールスマンっていうんですかね、プラスアルファで集まってくるものがちょっとこう歪んでたかなと。で ADA っていうのはそういうのすらないわけですよ。 ADA をみんなでクリーンなものにしていこうと、きれいなものにしていこうと、便利なものにしていこうと、これを一般大衆の方のそれこそ財布や身分制度のない人のためのものにしていこうっていうふうな善意の塊なんだろうなっていうふうに私は思いますよね。そんなこんなでイーサリアムが大好きなわけなんですけども、これからね暗号通貨、今ビットコインが1日120万ぐらいの値段を下げましたけども、そんなのが、気にならないぐらい私は ADA のホルダーでよかったなって思いますよね。このねイーサリアムのコストとかビットコインのことに関しましてはノックさんの動画がありますので、そちらの方をね私の動画の概要欄からご覧いただくとして、結論ね私はね ADA がとっても大好きだなっていうところなんですよ。このね ADA の魅力を伝えようと思ったらまたね1時間ほど喋っちゃうことになりますんで、今日は割愛しますけども、とにかくね ADA 売るのが嫌なぐらい私はね大好きですね。もうどうしよう、でも売らないとね利益にならないですからね。でもなんか売らないような気がしますね。もうずっと ADA と心中しそうです。そのぐらい大好きな通貨 ADA、 2021年もどんどん人気になってほしいなと思っております。それではいってらっしゃい。